きな流れはある。それは個人には割とどうしようもない。ヒラリー氏が勝利のつもりで進めていた計画、それは今は軌道修正せねばならない。それはどうしようも。そういうものだ。問題は、とにかく生活は維持できるのか。システム的に犠牲は出ないのか。社会は経済的な問題を経て戦争を選択したりしないのか。根幹は？オーガさん、その決定に逆らわないなら、戦争は起きない。それは安心する。一つ。経済的には？オーガさんがいる。という確信はなぜ発生したか？何らかの結果が出たのかもしれない。去年は不景気だった。映画とかは大ヒットしたはずだが、追加で国債を発行などしてアベノミクスに陰り、なぜ創作が面白くなかったからだ。それを売れたように強引に見せていただけ。その結果で、いろいろ